眠り部下。眠りブカは、メジロザメ科に属するサメの一種。眠りブカ族は一絵型である。小型で、最大1.6メートル程度。細い体と短く幅広い糞。感情の全微弁、垂直の動向を持ち、背びれ、尾ひれの先端は白い。インド洋と太平洋のサンゴ礁に生息する。定性で、主に震度8から40メートルで見られる。 メジロザメ類には珍しく、泳がなくとも呼吸することができる。日中は、洞窟内で休むが、夜には、集団で、岩や、サンゴの隙間を排進んで探索し、甲骨魚、甲殻類、タコを捕食する。住みかを、あまり移動せず、数年間にわたって、同じ場所で休息する。体制で、2年ごとに1から6匹の子を産む。妊娠期間は10から13ヶ月。 好奇心が強く攻撃性は低いが、偶発的に人に噛みついた例がある。食用とされるが、しがてな毒を持つ、可能性がある。IUCN は、保全状況を純絶滅危惧としている。1837年のフィッシュでローゼン・ミアーズ、航海の魚において、ドイツの博物学者、エドゥアルト・リュッペルによって、カーカイアス・オビサスの名で記載された。種明オビサスは、 肥満したを意味するが、本種は細い体型であり、この命名は奇妙である。その後、1837年中に、ヨハネス・ペーター・ミューラーとヤーコップ・ヘンレは、本種をギリシャ語のトライナサンサゲキオドン、派に由来する、親族トライナ断続に移した。ルッペルは、ホロタイプを指定しなかったため、1960年に、サウジアラビアのジッタで得られた31センチメートルの個体が、 クトタイプととししてて、指定された。他の英名としてブラントヘッドシャークライト、チップシャークリーフホワイトティップシャークホワイトティップシャークがある。かつては、土っザメ科とされたこともあったが、完全な窓科幕を持つこと、小柄の王家が明瞭であることから、メジロザメ科に属することは広く受け入れられている。メジロザメ科内部での位置については、様々な仮説があるが、2012年の包括的な、 分子系統解析では、メジロザメ属内部に含まれるという結果が得られている。インド洋、太平洋の熱帯域に分布する。かつては、ノースカロライナ州から得られた、中心洋の葉の化石から、大西洋にも分布したのではないかと推測されたことも、あった。だが、その後この葉は、ネズミザメ目のものであるとされ、本種が、大西洋に進出したことはないとされている。 インド洋では、クワズール・ナタール州北部から、航海、インドは大陸と、マダガスカル・モリシャス・コモロ諸島、セイシェル・スリランカ・チャゴス諸島。西太平洋では、中国南部、台湾、琉球列島から、フィリピン、東南アジア・インドネシア・オーストラリア北部、中部太平洋では、メラネシア・ミクロネシア・ポリネシアの島々から、ハワイ・ピト・ケアン諸島北部。 東、太平洋ではコスタリカからパナマガラパゴス諸島に分布する。ほぼサンゴ礁にのみ生息する。垂直の地形に近いサンゴの頂部や岩棚に多いが、砂地、小湖、ドロップオフの近くでも見られる。澄んだ水を好む。水底から離れることは少ない。震度8から40メートルに最も多い。稀に1メートルより浅い場所に入ることもあり、琉球諸島では、 水深330メートルから得られたこともある。比較的小型で1.6メートルを超えることは少ない。最大で2.1メートルとされることがあるが、これは目視による推測であり疑わしい。最重で18.3キログラムの記録がある。体は細く、頭部は幅広く短い。糞は平たくて鈍く、鼻孔には感情に巻いた大きな全微弁がある。 目は小さく楕円型で、瞳孔は垂直に開く。目の上には明瞭な隆起線があり、その後方にはよく小さなへこみがある。口は下向きに傾斜し、本種独特の表情を作り出している。口角には短い唇シビラがある。歯列は、上あごで42から50、下顎で42から48、角歯は細く滑らかな先頭を持ち、1体以上の かなり小さな小線等が存在する。第一背びれは体の後方に位置し、胸びれより腹びれに近い。第二背びれと尻びれは大きく、第一背びれの3、4程度の高さがある。胸びれは幅広い三角形で、第五エラ列の少し前方から起死する。2機の背びれ間に隆起線はない。おひれ下端は常用の半分の長さで、 上用先端の公園には強い血国がある。皮場は小さくて重なり合い、通常は7本の水平隆起を持つ。これが皮膚に滑らかな質感を与えている。背面は灰色から褐色、覆面は白で、体には個体ごとに異なる。小さな暗点が散らばる。第一背びれとおひれ上用の先端は明るい白である。第二背びれとおひれ下葉も、 同様に白くなることがある。ツマグロオグロメジロザメと並び、インド太平洋のサンゴ礁で、最もよく見られるサメの一つである。本種はこれらの種と生息域が重なるが、ツマグロのように非常に浅い浅瀬に進出することもなれば、オグロメジロザメのように礁の外縁に進出することも、ない。泳ぎは体を強くうねらせるようにして行う。他のメジロザメ類と異なり、 水底で静止していてもエラに水を出し入れして呼吸する子ができる。夜間や潮の流れが止まる、憩い流時に最も活発になり、水立ちの大部分は洞窟内で単独か小さい群れで平行に並ぶか積み重なった状態で休息している。ハワイでは海中の溶岩道を利用することがある。コスタリカではよく開けた砂地で休息している。一般的には、 非常に狭い領域で生活し、長距離を放浪することは滅多にない。ジョンストン島での調査では、1年間で元の場所から3キロメートル以上移動した個体はいなかった。ランギロアカン賞でのタグ付け調査では、3年後にも40%の個体が最初の捕獲と同じ賞に止まっていた。各個体は数ヶ月から数年にわたって同じ洞窟を利用すると見られる。 日中の行動範囲は 0.05km 程度に限られているが、夜間には 1km ほどの領域を泳ぎ回る。縄張りは持たず、他の個体と生活圏を共有する。メジロザメ類で見られる威嚇行動は行わない。本種の捕食者として、イタチザメガラパゴスザメと、生息深度が本種より多少深いが、つまじろが重要である。 タマカイの胃から80センチメートルの本種個体が発見されたことがあるが、この旗は生息数が少なく、重要な捕食者ではないと考えられる。寄生虫として、カイアシ類のパラデービーンエロンゲイタスと、ウミクワ型の一種ナシアグランディラリスがある。日中は動かないが、この間に、タキベラ族のやハゼノなどの掃除魚による掃除行動が観察されている。奇妙なことに、 7個体の本種が掃除行動を行わないクラゲのミカの短脚類の群れの中で口を開けてエラを広げた掃除時の姿勢をとっていたという報告がある。動き回る短脚類による機械的刺激が掃除魚の刺激と類似していたためこのような行動を誘発したのではないかと考えられている。細くしなやかな体を持ち岩の隙間や穴を這い進んで 他のサメが利用できない獲物を捕食することができる。その代わり、開けた水中で獲物を捕らえることは、不得意である。餌は主に甲骨魚で、うなぎ灯台か、笛台か、スズメダイか、ブダイか、ニザダイか、モンガラカワハギカ、ヒメジカなどである。同様に、タコイセエビカにも捕食する。優れた、嗅覚、聴覚、電気感覚で、獲物の信号を捉え、視覚は、 物体の形よりも動きとコントラストを捉えることに特化している。もがく魚の出す音と一致する 2500Hz の低周波音に特に敏感である。うっかりは多くの魚が眠る夜間に行う。夕暮れの後、本種は集団でサンゴの隙間を探し回り、獲物を活発に追う過程でサンゴを追うこともよくある。複数の個体が同じ獲物を狙った場合、サンゴの長部を中心に、 すべての脱出経路が塞がれるようなこともあるが、特に協力して狩りをするわけではない。ツマグロやオグロメジロザメと異なり、集団での設置中に興奮するようなことはなく、狂乱作事も起こさない。日和りみ的に、昼間に狩りをすることもある。ボルネオでは、ドロップオフに集まって下からの水流で登ってくる、獲物を捕食する。ハワイでは、ハワイモンクアザラシを追ってその餌の横取りを試みる。 餌なしても6週間は生存できる。他のメジロザメ類同様に耐性で卵黄を使い果たした肺は卵黄の尾を胎盤に転換する。成熟メスは左側の卵巣と両側の子宮が機能する。繁殖は2年ごとに行われる。交尾は5匹までのオスがメスの直後を追うことから始まり、メスのヒレや体に噛みつく。 メスはおそらくフェロモンを用いて生殖可能であることを伝えている。核ユウはメスの胸びれに噛みついて体を固定しようと試み、二個体のオスが左右の胸びれに同時噛みつくこともある。体を固定するとメスは海底に沈み、すぐにオス、または複数のユウは腹部の皮下にある細胞サックに精子を放出するための海水を導入して膨らませ。 片側のクラスパーを反転させて、前に向け、メスの総排泄口への挿入を試みる。多くの場合、メスは王を振り上げて腹を海底に押し付けることで抵抗する。これは、メスの側に配偶者選択の権利があることを反映していると考えられる。オスは、メスの胸びれに噛みついている間は、呼吸ができないため、交尾を試みられる時間は限られている。 メスが交尾を受け入れた場合、ールは頭を並べて海底に押し付け、体を上に持ち上げた姿勢をとる。妊娠期間は1013ヶ月、産指数は16、通常2から3。産指数は母体の大きさに影響されず、各メスは、生涯に平均で12匹を出産する。出産は、フランス領ポリネシアでは5の8月、秋から冬、エニウェトク干渉では7月。 夏、オーストラリアでは10月、夏に行われる。メスは泳ぎながら、激しく、体をひねって旋回することで出産する。一匹あたり1時間以内で出産は完了する。出生時は52から60センチメートルで、生体よりも尾ひれの長さの割合が大きい。成長は、他のメジロザメ類より遅く、新生児で16センチメートル、年、生体では2から4センチメートル、 年である。8から9歳、全長1.1メートルほどで生成熟するが、モルディブでは95センチメートルの成熟優が、捕獲されていることから地域によって差があると考えられる。グレートバリアリーフでは、寿命は、オスで14歳、メスで19歳と計測され、最大寿命は25歳程度と推定される。2008年、ハンガリーの二理所座センターでんため生殖によって1匹の 子が生まれた。これは、サメの単ため生殖として、うちはシンモクザメカマストガリザメに続く例である。遊泳製のサメよりも攻撃性が低く、刺激しなければ安全だと考えられる。大胆で好奇心が強く、遊泳者を調べるために寄ってくることもある。だが、スピアフィッシングの獲物などは横取りを試み、その過程で人に噛みついたこともある。いくつかの場所では、 スピアガンの発射音やボートが下ろす怒りの音などを餌の存在と関連づけて覚え数秒で近寄ってくることもある2008年の国際サメ被害目録は5件の攻撃を記録しておりそのうち3件は非挑発事例であるエコツーリズムの対象として適しており慣れればダイバーの手からも餌を食べるハワイ神話においては本種が サンゴ礁の特定の領域に付く性質が家計を守る動物型のソレイであるアウマークが進行に影響を与えている可能性がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。